そうそう、だってこれ、モーターが、アウターモーターの後ろにすごい出っ張ってるやつある。うん。ケンさんの。これどこのあいつ？あれ、ファンはミニファンで、うん、ミニファンで、うまいファンで。で、作ったんだ。ね、そのモーターは、長いやつだったんです。長いやつ。赤いやつ。うん、あれ。4300。よく回ってたよ。この組み合わせ最高です。うまくいったら70を64にしてみるという価値はあるけどね。いや70のままでいいでしょう、うん、で70でカット日だったら僕は64ぐらいでもいいのかな、うん、でも分かんねえな。これはパワー的に余裕がない。64でもいいような気もせんでもないのよ。難しいところだな。かっこいいな。ただまあ結局これ、これで本気まりにしまうと後戻りができないので、とりあえずみんなの意見聞いてからやと思って、うん、そうっていうのが俺の発案。パワーは70ミリもあるんですけどね、言わせてみます。いや、だからこいつはもう64しか乗らんので、うん、64はテストしました。ああはい、うん、まだ70はテストしてます。70だと設計全部やり直しなんで。まあそうなんですけど、うん、でもなんかサイズ、今のこのサイズ的にはなんか入りそうな雰囲気だよね、70でも。いやちょっとここから全体的にそうなんですか。え、内側をやり直すっていう意味でしょ。内側っていうか、うん、銅枠は当然穴を大きくせなあかんねんけど、うん、ここがね64でギリこうぶつかってるのよ。あ、蓋がね、うん、蓋が、まあ、そこの辺のサイズ、うん、この蓋が実はこの開き止めになったんだよ。あなるほど。それが銅枠をね、ここあまり開口大きくて、ここのこういう力に対して口開くんじゃないかと思ったわけ、うん、そうだね。で、そいつを、はい、この銅枠ハッチで補強を止めちゃうと。なるほど。で、引っ張ろう、はい、ストラットバーみたいなもんですね、うん、違うじゃないとね、ギア、メインギアがどうね、うん、うん、あ、そうだね。ハードランディングしたらボキっていくんだろうね。ギアがあるじゃんね、そりゃね、うん、そっか。でそれがこれで、まあこの辺の設計全部変えてちょっと膨らませばんでできるんやけどね、うん、そう、うん、ただその言うは楽だけどやるな大変で、ほんとここの部分をもう一回作ってもらわないと、うん、あ、これは単純に拡大するっていうか、うん、うん、あれそれと済むと思うんですけど、それを拡大したらここを今こう上手に合わせてるところが全部足んなくなるので。どこが？ここの開口とか、うん、面積ね、ちょっと大きくなるじゃん。うん、うん、そうだ、ここは大きくなるよね、まずね。あ、そこから全部若干大きくなるよね、うん、だってこれ60に合わせてるでしょ、うん、そう、うん、それも全部上げる、大きくしていくと順番にこっから後ろは全部やり直しっていう、うん、まあ書き直したので言いたくないしなんけど、うん、そんなにすごい中だけだよね、まあ、外枠の基本は変わんないよね、うん、これはもう変わんないよね、ここからの中の、うん、あとケツの穴で覗いてるんですか。ちっちゃいなふんづまりですよ5ミリ違うんですよ直径。たかが5ミリ、されど5ミリ。いや、そう、あの円の5ミリは大きいですからね、うんうん、非常に長い。だから1ミリでも5ミリでもね、修正量は変わんないからね1ミリ広げようが5ミリ広げようが、ん、ただ、まだその設計段階ならただ、ね、線を変えていくだけで、だけっていうわけでもないですけど、うん、え、バッテリーは70にしたらいくつですか？2700。3300か3700か。うん。うん。いや、3300。
うん、多分フルセイダーと同じ、今フルセイダーが4300700、3700と、うん、余裕余裕見て、これだったらもう全然3700でも余裕だ、うん、まあ3300でもいいですけどね、うん、うん、あの飛行時間がちょっと変わるだけで是非ならなくなっちゃう、ということで交互期待を内部抵抗的にもそんなに悪くない、こっちいい、内部抵抗的にはこっちの方がいい、うん、いいんですけど、同じ例えばバルカンかなんかで同じ時間飛ばして、うんうん、残容量が全然違うんですよ、うん、全然違うん、少ない、うん、多い多い多い、え、だ、え、多い、うん、多い少ない、うん、こっちが例えばあの 40% 近く残ってるの、こっちはもう 15% ぐらいしか、うん、その差はすごく大きいじゃん、うん、でもこれ5800円で、こっち200円、いや、そういう話でもないような気がするんですよね、うん、でもさ、おかしいと思わない、大きさとか重さしてるこっちの方が大きいじゃん、うん、あのこのバント系のいいところは軽いんですよ、うん、これ嘘ついてんだよ、多分嘘ついてる、だから才川さんにこいつ嘘だからって言われて、これ5200嘘だ、絶対ないよね、うん、これ あれと一緒、あの赤いやつ、ああ、うん、初期のそうだって、ほらまあ5600の差だけど、600の差にしてはこれちょっと、うん、違いすぎで、同じもの、いや違うメーカーですけど、で重さがもう全然、あ、全然違うじゃん、うん、そうなんですよ、でちっちゃくて軽いみたいな、こっち 30C だし、こっち 50C だ、いや、だから 50C って内部抵抗で少ないから 50C って言ってるだけだって、いや、だからあのそのレートそのものっていうのは結構嘘ですよ、うん、うん、全然違う、これは流しいいものか流してもいいでしょ、実測で、実測だもんね、うん、で、どっちがいい悪い、もうもちろんこれ、これ絶対よし、いい、うん、とにかくそれ買っとけ、フリーマックスの、うん、あのうだうだ言わずそれ買っとけ、フリーマックスのスタミナのがいい、これ、うん、スタミナとこれはどう、やっぱりどう違うの、具体的に、あ、これがスタミナね、これがこっちなんかな、こっち3300だし、こっち3700だし、だからだんだん進化してるんですよ、これあのここのエンブレムっていうか、このあのシールが世代ごとにやっぱ違っとるんですけど、あのリボっていうのは結局その曲の白い方がいい、今多分買うと多分それになる、白くなる、 35C の方がいい、いや、徐々に、本当はそれ 30C で売っとったと思うんですよ、昔、ほう、だけど、今はもう 35C に変わったと、中身がだから、その 35C が正直に歌えるスタミナ、ああ、うん、ような性能になっとる、だから、いっぱいあの45C とか 50C とか 70C とかってあるんですけど、それ大概嘘で、その半分ぐらいしか性能が出し切れてない、まあまあ中国によくあるパターンだね、そうそうそう、1個あればもう1000個OK で、1個 50C 出たから 50C アンプと、あの例のアンプのいや、これはただの名前ですとか言われちゃうからただバントの場合って、あの赤いやつ、あれ何ていうやつでしたっけ、これ以上は参加してください。あ、キーポン、キーポン。